皆さんこんにちは、なつめです。今回もどんどん開けていこうと思います。どうしようかな。あ、なんかもう開いてるやつがある。中身確認したやつか。はい、開いてるんで出しちゃいます。ゴミがすごい。よいしょ。ほい。はい、小説版の、なんだっけ、出てこない。だがしかしの小説版。はい、チョキチョキチョキと、まあ、これも、前買ってるんですけど、まあ、一応その特典がね、前買ったやつと違うっていうのと、まあこれも表紙が潰れてんのか、初版なので買いました。初版のはず。積みました。前買ったやつ、これ初版ですね。じゃあこっち開けてもいいか。こっちが初版です。つか特典もついてて初版だったんで買ったんですけども、特典取り出せちゃうので取り出しますか。こっちよいしょ。ふっよっよいしょ。はい、まあ、夏目ハンドにかかればこう汚さずに破らずに取り出すことができます。でこっちも多分初版だと思うんですけど、なんか特典取り出せないのでこっちは開けますか。まあ、一応まだ開けないでおきますけど、でこれはね、保存しますと。はい、よいしょ。で次がこれだ。ほビニール1枚嘘でしょ。待って、ビニール1枚にこれちょ梱包の差がすごいんだけど、人によって本当にさ、こういうネットとかで、まあさすがにちゃんとしたお店はね、違うけど、オークションとかで個人のやり取りしてると思うけど、本当にこれ人の性格出るよね。はい、夜桜のブロマイドポストカード、はいです。いつのだこれ、何巻のやつだろう、わかんないけど、持ってなかったので買いました。はい、まあ、安かったんでいいですけど、で傷も折れもないのでいいですけど、さすがにさ、ビニール袋1枚に突っ込むのはどうかと思うんですけど、まあ、はい、何もなかったのでいいです。はい、文句は言わないでおきましょう。よいしょ。せめてね、こうやって段ボールに入れてくれるとかさ、人によってこの差がね。はい、見てこれ、段ボールに入れてる上にプチプチでこう梱包して、なおかつこのセロハンテープで綺麗にこうさ出るよね。人の性格、その人の性格出るよね。びっくりだよ本当に。梱包時間3秒でしょこれ、多分梱包時間3秒でしょこれ。これ何分かかってんの、こんなに丁寧に。ねえ、この差は一体何なのでしょうか。値段もそんなに変わらなかった気がしますが、素晴らしいですねこれよいしょ。やっぱ 女性はね、まあ、取引するときに名前とか出すんで男性か女性か分かるんですけど、まあ、女性からね送られてくるものが基本的にやっぱり梱包がすごい丁寧でしっかりしていますね。うん、やっぱり女性は綺麗です。そういう梱包とか、よいしょ、封筒とかそういうのにちゃんと綺麗に入れてくれますね。よいしょよいしょ。まあそりゃしょうがないよね、まあ、そういうね、男女の差というか。よいしょ。男はどうしてもガサツになってしまう人が多いのかなと思いますけど、はい、掛け替えカバー、前もなんか17かな、何巻だ、18か、18のカバー買いましたってやったと思うんですけど、これもシリウスの付録の、掛け替えカバー16巻のやつです。まあ、掛け替えカバー買っても掛けないんですけどね、結局掛け替えカバーなのに掛け替えないで、使わずに取っておくんですけど、うん、まあイラストがね大事です。まあ、自分結構絵描いたりするのが好きなので、あ、これ同じ子かな、なんかこっちすげえ青ざめてね、気分でも悪いのか体調が悪いのかわからないけど、
そりゃそうか、血こんなにさ血まみれになってたらそりゃ青ざめるわね。気分っていうか体調も悪くなるよね。気分悪くなるよね。はい、絵描くときにいろいろね参考になったりするんで、こういうイラストが描いてるやつはいろいろできるだけ集めたいなと思ってるんですけど、じゃあ次これね、よいしょ。いろんな、なんていうんだろう、衣装とか表情とか、姿勢とかね。何この段ボール、ドラえもんの段ボールじゃん。何これすごい、何これ、何の映画だ。あれじゃない、のび太の日本誕生じゃない、この原始的な衣装。この絵さ、このドラえもんたちがタケコプターで向かうこの絵ってさ、衣装が違うだけでなんかたくさんない、この描写。なんか必ずと言っていいほどない、この描写。特に映画絶対あるよね、これ。衣装とここにいるやつが違うだけな気がする。はい、赤ん坊の腕をひねるより簡単なんだからな、簡単だからな。この年になって電車ごっことは誰も見てないからいいようなものの、あ、スネ夫かこれ。ジャイアンの顔。なるほど。なんかこの段ボールいいな、取っておこうかな。よいしょ。スネ夫の声変わったからね。俺はドラえもんの変わった、ドラえもんが変わる前から見てて、変わった瞬間も目撃してるからね。ちなみにドラえもんの声が今の声になった時の第1回目の放送がお座敷釣り堀です。今でも覚えてる、なんか知らないけど、ドラえもんが今の声になった時、一番最初に放送したのがね、お座敷釣り堀で、なんでか知らないけどね、未だに覚えてるっていうね。あ、わざわざお手紙的なものも入れてくれた、ありがとうございます。なんだこれ、これ何、おまけ。組み立て式の漫画、自分で作るのかこれ。なんか切り離して自分で作ったみたいな感じだけど、付録か。はい、まあメインはこれだ。はい、リトルケイオスの前もなんか、前の動画でも出しましたけど、今は遊び遊ばせっていう漫画が出ているんですけど、それの作者さんの昔の作品リトルケイオスっていうやつ、多分2巻ぐらいまでしか出てない、なんか打ち切られたのかよくわかんないけど、2巻ぐらいまでしか出てない漫画なんですけど、それのなんか付録かなんかかな、お試し読みみたいな、こういうよくわかんないなんかナットフォーセールっていうかね、非売品みたいなの、こういう紙切れみたいなのでも集めるのが好きなので買いました。よくわかんないコレクション癖があるんですけど、まあ昔からなのでね、うん、しょうがないですね。はい、次、これは後でだからこの辺にしとくか、今回は。時間も時間だ。いや、やっぱり次の動画にしよう。はい、今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。さよなら。